J-WAVE Year End Special Tudor Closing Time J-WAVE では冬のキャンペーンパスタラブのコンテンツの一つとして Pay It Forward のスローガンのもと子どもたちをサポートすることを目的としたクラウドファンディングへの参加を呼びかけていますが、まあ何ですかね、僕はこういうチャリティーみたいのって今週は T シャツを買うとか来週は寄付しようかとか、もっとカジュアルな世の中になったらいいなってすごく思ってるんですけども、子供は未来しかないですし、僕らみたいな、だんだん年取った大人にかけるより若い世代にかけた方がはるかにいいなと思ってるんですが、まあ、来年はそういう子供たちが輝く年になればいいなと思ってるんですけども、皆さん来年に対して一つずつ一言ずつ何か欲しいなと思ったんですが、ジャムってる今じゃあちょっとラップ調になりますが、まず元ちゃん、来年はどういう年になったらいいと思いますか？来年はもっともっとみんなで歌いたい。Yeah. 俺ももっともっと人前でライブやりたい。もうこの状況耐えられない。だってだってあっという間に年取っちゃう。今のうちに歌いたいこといっぱいある。来年こそはアルバムとか出してな Yeah, ライブもしてな笑って過ごしてな Oh no よしろ、はいそうですね、一緒だね。でもライブやりたいね、本当にね。みんなで大声で叫んでライブやりたいですね。声出してね。あと高志がさっき次やるんだったらもっとちゃんと曲決めてやりたいって。そうそう切実な思いを。曲決めよう今度は、ね、ちょっとあまりにもね過酷だねミュージシャンには割とキンキンにやるよじゃOkay. Yeah. でもなんだかんだいい年の瀬だよ。違いますか？ね、元ちゃん。できるかな？来年こそは。はい。出たんですよ。俺チェックしてるんだぜ。プリント買った？プリントでかすぎてうちの部屋のサイズ合わないくらいでかすぎた。元ちゃんのピクゾーが撮った元ちゃんのあの写真超いい感じイエイイエイねえ大家さん聞いてたらうちの天井ぶち抜いてもいいかい？
なんかやっと番組始まったみたいな気持ちになったけど。え、じゃあこの後年越しで3時間行く？え、いいよ。俺はもう全然パワーがあるんだけど、毎年こうやってグダグダに年を越せるっていうのが実は一番幸せなことなのかなって思うんだけど、どうかしら。まあグダグダそんなに電波に乗せる必要ないそうだね。俺らのプライベートでとどめとくっていう感じ。でも、まあ、でもこれが僕らが、居酒屋とか友達ん家で飲む雰囲気だとしたら、うん、リスナーの皆さんは隣の席のお客さんで、もし、ね、来年コロナが収まってみんなが自由に出るときに、もしかしたらあなたの隣の席に僕らがいるかもしれませんが、うん、こういう感じなんで一つほっといてくださいっていう感じでいいのかな。まあそれかね、一緒にまたお酒を飲んだりね、すればいいですね。もちろん、はい、割と俺らね、お酒飲むと気がでかくなるタイプで、おお来いよ来いよみたいなね。そうだね、怒っちゃったりしてね。そうですね、次の日領収書見てまたやっちまったみたいな感じだよね、陽次郎。本当ですね。え、やっていきましょう。はい、じゃあ僕が頼んだんじゃないんですけど、事前にアンケートを皆さんに取ったらしくてですね、これ何、みんなが書いてくれたことを自分で読むの？誰も覚えてないと思うので。覚えてる？覚えてない。覚えてない。覚えてないよね。じゃあ紙配ってもいいかな。俺覚えてるよ。覚えてる。 I love you くんちゃん、来年もよろしくねって。ちょっと違うけど来年もいっぱい会おうね、来年もいっぱい会おうねって。でも言われなくても多分会うと思うし、そうそうそう、僕の方からも来年も一緒に遊んでください一緒に遊んでください、お願いしますって。お願いします。そしてですね、陽次郎くん、はい、覚えてないでしょ。でもなんかなんとなく雰囲気、はい、雰囲気、はい、なんて書いたの？いや、まあもう言ってください言ってくださいだよねこれいいの、はい、今年も本当によく一緒にいたね、はい、ありがとう、来年もよろしく、はい、いい年にしようね。いい年にしましょう。間違いないよね。はい、陽次郎が言うとなんか軽く言えないななんでなんでなんで。いい年にしようね。もちろんです。そして高志くん AKA 離れ組、はい、一言っていう時に本番に取っときますってあったんですけども、うん、そうしてましたね、そういえばね、うんうん、いやでも元気でいてほしいよね。元気でいてほしいって、俺一個しか変わんないんだけど、なんか元気で生きてる。なんか最近そればっかり言われるんだけど、なんかみんなには視聴性みたいのが見えちゃってんのかな、ホットの件。なんか見えてんのかな、なんか本当に、うん、七つ星の横にでしょ。そう、うん、でもね、死んだらみんなが家族の面倒を見てくれたらそれでいいかなと思ってるんで。ダメだよ、まだ割と重い発言したよそうだね、なんか答えきれないなっていう陽次郎はもちろんって言ってくれたよな。そうですね。本当に、まあ酒の勢いでねそういうとこまでちゃんと言っとかないと。本当に今公共の電波で言ってるけど、まあ、もちろんです。でもそれはみんな結構思ってると思います。みんなで支え合って、でもまあいなくならないのが一番なんで、とにかく。いや、ちゃんと上から見てるよ、ね、絶対長生きする逆にね、本当に絶対長生きする。まあどっちかですかね、わかんない。まあどっちでもいいかなって本当に思ってるんですけど、できれば末永く一緒にお酒を飲んで歌を歌いたいなと思ってるんですけども、一番リアリスティックなことを言ってくれたのが元ちゃんで、覚えてる？はい。何でしょうか？来年もいっぱい美味しいご飯連れて行ってください。金かかるみたいなまあでもあの江戸っ子なので、作った金はその日のうちに使うっていうのをお母さんが教えてくれたんで、銀行にあるお金って誰も幸せになんない、いいこと言うなと思ってそれを実行してたら、あなたは無計画だって言われて、ひどいですよね。大人ってシチュエーションによってコロコロ変わるなって思うんですけども、